皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。フォルツァホライゾン5の時間がやってまいりました。さて、前回の動画でこちらのマツダ RX7 をフルカスタムいたしまして、このように非常にオーラのある一台に生まれ変わりました。通常版の FD ですね。RX7 に関しては別でスピリット R も所有しておりますので、現在2台所有ということになっております。サクジュリアということで、今日もですね、あの伝説の国産スポーツカーを購入してフルカスタムしていこうかなと思っております。実際にボディキットがあるのか、カスタムパーツは何があるのかというのは全く知りませんが、今日はそちらの車をじっくりとね、堪能してみようかと思っております。そしてこの場をお借りしまして、前回公開した実写動画、マクラーレン P1 の実写動画、大変ご好評いただきありがとうございます。これからもいろんなコラボを通してですね、いろんな実写を上げていこうと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それではまずは本日乗車、そしてカスタムしようと思っている車のところまで行ってみたいと思います。それでは行きましょう。フォルツァホライゾン5で楽しもうぜ。あれ、いつもと全然違うやん。カタログショッピングのメーカー少ないやんと思った皆さん、そうなんです。こちらは現在サクジュリアが所有している車のメーカーでございますね。本当にいろんな車を所有しております。そしてですね、まあ日本は、まあ、トヨタ、日産、スズキ、ホンダ、いろんな車があります。マツダもそうですけども、そのうちの1台日産ということで、今日はこちらの車乗っていきたいと思います。各メーカーにはそれぞれ伝説的な車があります。例えばトヨタであれば、2000GT とか、クラウンとか、セルシオとか、センチュリーとか、いろいろありますけども、日産だったらやっぱりこう GTR とかフェアレディ、そしてシルビアとかですよね。そう、今日はですね、こちらのシルビア、スペック R 乗っていこうかなと思います。15ですね、 S15 と書いて S15、あとはこういうね、私所有している本当ハコスカとかケンメリも欲しいんですけども、今現在所有している日産はこれだけになります。日産車、その中でもこの S15 のシルビアスペック R、 今日はこちらに乗ってみたいと思います。もうここでね、見えてますけど、これ右ハンドルですね。これもしフォルツァで左ハンドル出てたらもうダウトですよね。これ左ハンドルは一切ありませんのでね、これね、はい、開発されませんでした。こういった豆知識はいいんですけども、今日はこちらのスペック R 乗っていきたいと思います。それではマシンに乗りましょう。それではやってきました、ガレージ内ですね。なんかボンネット開かなさそうですね、これね。すべて開ける。開かへんのかいこれね、コメント欄で教えていただきましたけど、このフォルツァホライゾン5で、ボンネットが開くやつ開かないやつっていうのは、なんか Xbox 360時代なのか、今の、新世代というか、新しい世代なのか、時代なのか、で、わかりますみたいなことをおっしゃってたんで、多分これ、その Xbox 360時代の車だったってことですかね、これ。その時に登場した車をずっとデータを引き継いで、今のフォルツァホライゾン5まで、使っているということなんでしょうか。はい、ではね、すべて開けるで運転席見てみたいと思います。はい、懐かしいなと思う方おられるんじゃないですか。はい、こんな感じですね。ステアリングめっちゃかっこいいな。こんなにかっこよかったっけ。すごい綺麗ですね。レッドステッチがなんとも言えへんですね。もうこの時点でボディカラーは白で決定じゃないですか、これね。なんかえらい、これフロントガラスめちゃくちゃフロントガラスめちゃくちゃ大きいですけど、こんなに大きかったですかね。すごいですね。はい、あとはドアの方はこんな感じですけど、実写をもちろん見たことがないんで何とも言えないんですが、センターコンソールこんな感じですね。マットにもシルビアと書かれております。でこちらの方がミッションですね。スペック R のミッションは6ミッションなので、6速ということになりますね。スペック S に関してのミッションは5速ミッションです。オートマだと両方とも4速なんですけども、ミッション仕様は R は6ミッションということになります。それではエンジンかけてみたいと思います。うわ、かっこいいやん。意外とすげえ音する。ターボだよね、これ。ターボですよね。ターボっぽい音はするけど、結構いい音するね、やっぱ。さすが日産ですね。はい、ではですね、今から後ろの方行きますよ。そしてシルキックのところもちゃんとシルビアって刻印入ってますし、リアもここもね、
本当開けたかったんですけど、まあ、開けられないっていうのはどうしてもね、使用上仕方がないんですが、ではちょっと助手席にも座ってみたいと思います。せっかくなのでね、走り屋の彼女目線ですね。これシルビア。ね、いい感じですね。はい、こんな感じ。フロントガラスこんなに大きかったっけ？ちょっとわからんけど、はい、こんな感じですね。特に気になるようなところは今のところないですけども、クラッチ、あれ？そういえばクラッチがこっちからだったら見えないのか。うん、まあ仕方がないですね。はい、ではね、一応ボディキットとかいろいろあると思うんで、今からね、見ていきたいと思います。いやー、これはあってほしいね。何があって？そう、ボディキットですよ。さあ行きましょうか。伝説のシルビア7代目。あの、1世代前の6代目のシルビアなんかは結構ね、学校の先生とか意外と乗ってなかった、シルビアって。結構見たんだけど。はい、ないですね、ボディキット。残念。でももしかすると、FD の時みたいに、ここにあるかもしれないですよね。ここ。エアロ外装のところにね。はい、そこに行く前にちょっとまずいろいろと、まずは見ていこうか。はい、感想ですね。エンジンでございます。これ多分ね、NA にすることできると思うんですけど、まあ、今回はあえてやりません。もう感想に関しては今後ね、フォルツァでいじることは多分ないと思います。一応見ていきましょう。あ、めちゃくちゃあるな。それでは、ノーマルの場合から聞いていきたいと思います。いいね、いいね。3.2 リッターですね。甲高い音が消えましたけど、まあ悪くはないんじゃないかと。 6.2 リッター V8 はちょっと合わないでしょう。これやっぱ車が揺れるのがいいよね、これね。次は 2.6 リッターツインターボですね。あ、これは悪くないですね。まあでも 2.6 リッターぐらいがちょうどいいのかな。では 1.6 リッター、これはターボ、ラリーですね。これターボラリー、このラリーに関してはさ、大体使い回しじゃないのこれ。言っちゃダメだけど。はい、次レーシングカーですね。え、これ全然悪くないんだけど、これ実際 GT300 クラスで出てましたからね、これレースに。この S15 のシルビアはね。いい音するやん。じゃあ次何？ V8 か。違うわ。それでは 2.6 リッターですね。ローターですね。これは少し甲高すぎますね。一番のお気に入りは意外と私、これ好きですね。2.6 リッターツインターボ。はい。で、これが標準。あ、でもこう聞くとやっぱりシルビアはこっちですね。はい。まあなので一切いじりませんけどね。結局いじらんのかいって感じですけど。はい。あとはこれは四駆にするかどうかっていうことぐらいだと思います。はい。いい感じですね。うん。それでは行きますよ、皆さん。エアロ外装。お願いお願い。おー、結構あるけど、ボディキットはないのか。え、ボディキットはない？ここじゃなかった、ボディキット。違う。あれ、ボディキットってどこだっけ？ここだっけ？あ、ボディキットない。ボディキットないやん。残念、無念ですね。これ、あ、しまった。ボディキットはないのか。そうか。じゃあ、スプリングで少し車高だけ下げとくわ。あ、残念ですね。レース仕様。あ、いい感じに、いい感じに 4.4 センチも下に下がりましたよ、これ。どうなんですかね。実際フルコンプリートカー作れるほどあるのか、パーツが。あ、意外とありますね。トップシークレットとかニスもいろいろありますね。なので、例えば前回の FD みたいにフルコンプリートカーを1台完全に仕上げるべきなのか、それとも全てニスモ仕様にしてウィングだけね、別のものをつけるとか、あ、まあそういうふうなやり方もできるんじゃないかなと思います。まあどっちの方がいいのかっていうのは、まあそれぞれ、人それぞれかなと思います。はい、まあいろんなウィングがありますんでね。これは今のままのウィングで十分かっこいいと思うんですけど、まあいろいろ変えることもできますよと。はい。ああ、でも一応作れるっちゃ作れますね。ただどうせだったらやっぱり一番気に入った、あ、もうこんなんよう走ってましたね、昔ね。はい。まあだから、どのメーカーで作るかっていうのが多分一番大事だと思いますね、これフルコンプリートカーって。さあ、というわけで私決まりました。いろいろ全通りチェックさせていただきました。今回はですね、トライアルでいきたいと思います。こちらのフルコンプリートカーを作りたいと思います。はい。ではですね、まずはフロント変わりました。では次はサイドですね。サイドの方も一応フルコンプリートカーにしていきたいと思います。これで多分ね、バランスが合うと思います。で、こちらの方も、
はい、いい感じですね。実際はね、シーウエストの方がかっこいいかなと思ったり、でもこのトライアルのこのちょっといかつい感じもいいなと思ったり、まあ結構難しいところなんですけど、で、ボンネット、ここをね、まあ変えてもいいんですよ。ボンネットだけシーウエストつけてもいいかなと思ったり、意外と似合いますね。ね、似合うんでつけちゃいましょう。これは。はい、で、ウイングですね。ウイング、どうしようか。これウイングノーマルのままでもいいんだけど、せっかくだったらやっぱりね、こういうのをつけてもいいかなと思ったり、まあせっかくトライアルつけてるんで。ただ、あえて、これボンネットがシーウエストなんで、この上から見たら両方シーウエストっていうのもありですよね。あ、こっちの方がかっこいいかもしれんな。ごく自然ですね。どうしようか。これだと、なんかね、なんかドリシャみたいになってしまうんだけど、あ、だから上からの上空から見るとシーウエストで統一してるように見えるから、こっちの方がありですね。これにしましょう。はい。オッケーオッケーオッケー。いいよいいよ。さてさて、ホイールに悩み抜いて約20分。やっと決まりました。ということで、シルビアなんで、どうしても私自身は BBS のイメージが強かったんで、まあ一応全部見たんだけど、今回はですね、BBS のホイールにしようかなと思っております。なので、まあこれあたりかな。これが一番しっくりくるかなっていう感じですね。なので一旦こちらを買いたいと思います。で、あとはまあインチ数。これはやっぱり絶対インチ数上げた方がいいと思います。このインチ数ではダメです。16では間違いなくダメです。17、18ぐらいいけそうですね。あ、21まであるのか。あ、ごめんなさい。20ですね。20まではあるのか。19はダメですね。18ぐらいが多分ちょうどいいんじゃないかと思います。18インチが一番しっくりきますね、やっぱり。あ、いい感じですね。なのでリアも18に持っていけば自然な感じになるかな。あ、いい感じですね。20はダメですね。19も少し違和感あるんで、やっぱ18ですね。はい。18にするだけで結構イメージ変わります。はい。今回はこんな感じでいきたいと思います。あとはまあタイヤだけ。タイヤコンパウンドだけちょっと変えておきましょうか。これだけ、より速い車に少し変えておきたいと思います。レーシーなやつがいいんですけども、まあ、どんな感じかな。セミスリックなんかちょっとダメですけど、まあ、このあたりでいいか。スポーツ系で。うん。スポーツタイヤでいいですね。これで多分十分じゃないかと思います。はい。どうでしょうか。こんな感じですね。あ、いい感じ。閉まってきた、閉まってきた。それでは、早速マシンをペイントしていこうと思います。確かね、6色展開ぐらい。あ、ちょっと待って。ウイングの位置が低いな。エアロパーツ組んでさ、やっぱりこう見たときに、ウイングがやっぱり少し小さく見えて、ずんぐりむっくりみたいな感じのボディに見えてしまうね。あ、やっぱりこれウイング交換だ。ウイング交換していきます。いや、どうですか皆さん。パッと画面切り替えてどっちがいいですか？やっぱりこっちの方が、ずんぐりむっくり感は消えるかなと思うんですけども、やっぱりウイングの支柱が真ん中にあるんで、浮いてる感じがあるんで、さっきよりも、見方によっては、ん？って思うところもありますけど、やはりウイングの高さの位置がルーフに近くなってるので、こっちの方がいいんじゃないのかなと思ったり。はい。ではですね、見ていきたいと思います。あ、7色展開か。7色展開ですね。この色が、これパールホワイトかな？これが。これがパールホワイトなのかな？よくわかりませんけど、まあこれが赤色ですね。で、下がまあこれね、ライトニングイエローですね。これはまあイメージ通りでしょう。これライトニングイエローですね。次がブリリアントブルーだったと思います。綺麗な青色です。で、これがスーパーブラックといって本当の真っ黒ですね、これ。これも意外とかっこいいですね。で、これが、あ、めっちゃかっこいいな。これがなんかなんちゃらシルバーですよね。ライトブルーじゃなくて、一種シルバーかなんか。ね、なんかそういう色ですね。スパークリングシルバーか。なんかそんな感じですけども。いやー、これ色迷いますね、これ。まあ私、このパールホワイトにしようかなと思ったんだけど、このシルバーが意外とかっこよすぎて、これすごいかっこよくない？あ、これもいいな。一番下がこれ、なんだろう。これがスパークリングシルバーじゃない？多分そんな気がしますね。あー、いいですね。シルバーかっこいい。ただこっちも意外とかっこいいんですよ、これ。これ悩むな。悩むな、これ。ただまあ今回黄色でいいんじゃないのかなと思うんだけど、どう？黄色。あ、もう、シルビアって感じやな、これ。これ。黄色かっこよくないこれ。おー、ちょっとね、黄色にしてみよう、一旦。一旦黄色にしますね。で、ボンネット色変えませんよ。ミラーもこれ変えません。ウイングもこれは変えません。で、ホイールも今回は BBS で、このままアルミのまま変えません。ただどうなるかは一回確認だけはしておきたい。あ、かっこいいですね、黒ね。ただ今回変えません。で、ブレーキキャリパーなんですが、これ、フロントベンチレーティッドディスクなんで、
これでも赤、でも赤も悪くはないか。ディスクがやっぱブレーキディスクというかやっぱ小さいんですよね、この時代の車はね。ただ赤色もかっこいいですね、これね。黄色に赤、もうスーパーカーのカラーやけど、一旦これでいきましょうか。ね、意外といいかもしれませんね。スモークだけ少し入れておきますよ。やっぱりこの手の車はスモーク入れとかないとね。これどう？シルバーに赤。これもかっこいいっすよね。まあやっぱりこれが王道ですよね、これが。さあ、完成いたしました。ジュリアのシルビア S15 ということで、どうでしょうか？はい、黄色にしました。ライトニングイエローにしてブレーキキャリパーは赤色の組み合わせとしました。スーパーカーによくある組み合わせですけども、意外と悪くないですね。ホイールは BBS、 そしてエアロパーツは全てトライアル、ボンネットとリアウィングのみ C ウエストということで、あ、リアウィングもトライアルですね。ごめんなさい。ボンネットで C ウエストということになります。結構肉厚な感じが出て、いいんじゃないかなと思います。ワイドボディキットを積んでないので、そこだけって感じですけども、ホイールは18インチに変えたので結構ね、見栄えが良くなったんじゃないかなと思っております。ということで今日はこちらの車で簡単にドライブして終わりたいと思います。まあやっぱりいろいろ考えることが多いですね。ちょうどこの S15 が登場した時に、まあ180が、まあ、生産終了、販売終了になったりとか、まああとは排ガス規制ですね。排ガス規制によって、まあ 34GTR と共に生産販売が後に終了となるんですね、2002年に。まあそういったのを考えると非常に感慨深いなと思ったりします。それでは早速街に出てみたいと思います。いい朝ですね。夜明けでございます。どうでしょうか。結構かっこいいんじゃないこれ。黄色って意外と合うね、これ。スポーツカーの黄色は合いますね。そしてこのブレーキキャリパーの赤色がたまりません。で、ホイールは今回あえて黒にはしておりません。 BBS のノーマルでございます。そして運転席はこんな感じ。内装もすごい綺麗に仕上がっておるんで、いい感じじゃないでしょうか。はい、ではですね、今から走っていきたいと思います。高速道路1往復して終わりましょう。なんかやたらとここ意外と溜まってますね、ここね。おお、危ない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 。はい、では行きたいと思います。で、前回のね RX7 の時にもいろいろお話しましたけど、このシルビアには実はですね、2002年に、まあ、最終の特別限定車という V パッケージというものがあります。なぜフォルツァでそれを出してないのかなと疑問に思います。スピリット R がね、 RX7 の時はスピリット R があったのに、シルビアの時はなぜかこの V パッケージがないということで、これが少し残念かなと。どうせだったら出してほしいなと思いますね。あとはまあ、そうか、これはクーペだけど、オープンカー実はあるんですよ。オープンカーが、バリエッタっていうね、モデルがあって、実はオープンカーありますよ。はい、オープンカー。あと、オーテック仕様ですかね。オーテックバージョンっていうのもありますけど、これで実はオープンカーあるんですよ、これ。バリエッタ調べてみてください。実はね、オープンカー存在します。ジュリア、ミッションの時にちゃんと見るんだね、ギアのところ。あれ、見んかったな。さっきちらっとギアを見たような感じになったんだけどね。はい、では今からですね、加速してみたいと思います。6速まで入るかな。では行きましょう。ターボエンジン2リッターターボですね。直列4気筒のエンジン音を聞いてみましょう。悪くないやん。結構のぶとい感じの音が聞こえるね。どうですかこれ。はい、ジュリアショット、かっこいい。ほら、ジュリアショット。 これジュリアショットできるのはね、ここぐらいまでなんですよ。この丘を越えた先ぐらいに行くと、こういうふうにね、車がどんどん来るんで、できなくなるんですね。さあ、6速入るか。はい、6速入りました。いい感じですね。やっぱりね、前回もそうですけど、この250キロぐらい、300キロ以下だったら運転しやすいで、いいですね、しやすいんでね。6速でレッドゾーンまで持っていくのは結構しんどいですね。ここはもう多分カスタムするか、下り込み使わないと結構厳しいと思います。はい、なので5速で走る方がいいですね。では少しシフトダウン、行ってみたいと思います。
ブレーキランプです。シルビアの音ですね。やっぱりオーナーではないけど分かりますね、なんとなく。それでは今から運転席で聞いてみましょう。シルビアのエンジン音です。やっぱ運転席の方がいい音ですね。聞こえますね、音が。やっぱり6速になるとこれぐらいのストレートでは結構しんどい感じがしますね。やっぱ4速のまあ、レッドか5速のレッドぐらいが一番いい音するんじゃないかなと思いますね、これ。4速ぐらいがいいね。であと思うのが2000年の車ですけど、結構インパネがねそんなに古臭さを感じないんですよね。ステアリングもさっき見た通りすごいかっこよかったし、まあ、レッドステッチもね、まあ合ってるかなと思います。意外とね今どきって感じですよね、レッドステッチがね。で黄色のボディに赤色のステッチって結構意外とかっこいいんですよ。キャリパーが赤色なんで内装に少し赤のアクセント欲しいなと思うところ、こういう感じでステッチが赤色なんで、まあ、黄色でもいいかなと思ったり、まあそんな感じですよね。やっぱりねシフトアップシフトダウンの時の音がかなりリアルに作られているなって感じですね。皆さんお疲れ様でした。サクの部屋に帰ってまいりました。お帰りなさい。ということで本日はこちらのシルビア S15 ライトニングイエローにしてカスタムしてみました。非常に気に入った1台となっております。一つ私気になるところが、やはりこの手の車っていろんな色で楽しんでいきたいなというところですね。気分によっては白にしたり青にしたり黒にしたり、そういった感じでいろいろ楽しもうかなと思います、これから。で、あとはまあ新しく追加された車とか、こういった懐かしの車とか、いろいろ購入して、これからもホルツァホライゾン5、どんどん楽しんでいこうと思いますので、よろしくお願いいたします。もちろん、スーパーカー、ハイパーカーなんかもちゃんと購入して乗っていこうと思います。今回は、国産スポーツカーですね。今をときめく国産スポーツカーということで、これからこういったシルビアとか、まあ NSX とか、まあ GTR もしっかり、まあいろんな車が高騰していくんじゃないかなと思いますね。昔はこんな風になると思っておりませんでしたが、まさかまさかですよね、本当。それでは皆さん、また次回もよろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋の作でした。